どうも横須賀生活です。どうも、今日のスカカジは、英語じゃナンバー大阪に来ております。はい、今日はこちらで古着だったり、アメカジファッションを探してみたいと思います。イエーイ。はい、大阪で古着を探すということで、負けてはいけないという思いからファッションを決めてきております。はい、まず高円寺で購入しました、シャツ、シャツ、ね、ダビッドソン、でこれ原宿ベルベル人で買った、T シャツ、そしてこれは岡山のビッグジョンで買ったジーパン、そして、はい、足元、神戸鬼塚タイガーのスニーカー、はい、日本選抜です。いいですね。いいでしょう、これでかましていかなかった。はい、私はバーボハリオットの紫のやつに、高円寺で買ったチャイニーズ T シャツ、ユニクロのユニクロユニクロです。でも今流行りの緑ね。そうね。で、黄色い靴下に鬼塚タイガーで、テイラー東洋、東洋エンタープライズのかわいいカバン、はい、でカラフルに決めましたよ。じゃあかましていこう。かましていきます。はい、ただいま、ナンバーパークスの方に、来ております。今日目的地としているのが、日野屋さんというですね、もともと上野にある、アメカジのお店なんですが、そちらの、関西店がこちらナンバーパークスにあるということなんで、そちらの方を一旦目指しております。行ってみましょう。はい、見つけました。はい、こちら日野屋さん、こちらね、こちらでいいのあるかな、あ、ちょっと見てみましょう。はい、日野屋さんで2着この T シャツを買いました。まず1つ目こちら、かわいい、かわいい。一応日野屋とウェアハウス、あの恵比寿の名店ウェアハウスが協力して作った T シャツになります。いいですね。めっちゃかっこいいよね。やっぱ旦那に似てるんだよね、このキャラが。しまえたろうか。鳥だからね。しまえたろうか。いいでしょ。で、もう一つが、鬼デニムですか、そちらの作ってる T シャツ、こちら、どう、シンプルな白 T だけど、この切り首だったり袖口だったりがちょっと特徴的で、裾もこんな感じで長めに取ってあるね、シンプルながらめちゃくちゃかっこいい。かっこいい。これは唯一無二のなんかデザインね、他にないよね。白シャツでもちゃんとデザインの違い出るんやなって、これめっちゃ気に入りましたんで、あのまあまあ高かったですけど買ってしまいました。はい、はい、以上2点、はい、はい、いい買い物できた。幸先はいいですね。はい、はい、これからもちょっと巡っていきますから、はい、よろしくどうぞ。はい、ね、あのあとパッと行った時にアビレックスでちょっと見かけてしまって、はい、動画を撮る暇もなく買ってしまいました。これが目に入っちゃったんですよ。じゃあじゃあ、スカジャン T シャツ、スカティー、ほら、まず刺繍でしょ、ここに横須賀って書いてんの、めっちゃ良くない？完璧で、いわゆるオープンシャツ、そう、後から見るとこの感じ、こういう感じ、うん、この色と黒と色違いであったんで、両方買っちゃいました。両方買いました。US ネイビーですから、横須賀は。ネイビー、横須賀入ってるのやばいね。アビレックスとか横須賀関係の服も結構出してるんだって。で、メインのお兄さんに勧められるがままにこちらも手を出しました。じゃん、じゃーん、はい、スカティうーん、かっこいいね、イーグルに、富士山に、ジャパンで、しっかりとね、これ刺繍なんですよ、厚みがある、これいいですよ。で、表はね、シンプルにアピックして、ポケあり、お、ポケあり、これ重要、これいい、はい、だからこれはもう単品で着た方がむしろいいかも、かっこいいかもしれない、生地厚いからね、そんな透けないし、これはいいですよ。こんなオーバーサイズな感じで合わせてみました、イエーイ。そして、私の方で、この指輪を買っております。
指輪付いております、ね、こんな感じでアベレックスもなんかすげえいいのいっぱい見つかったんで、いよいよちょっと、震災橋、アメ村の古着を、攻略していこうかなと思います。はい、はい、入りました。子供のだるま、何食べようかな、うん、ビール、はい、これいいのかな、ビール、はい、なさい、はい、はい、いつもの生活、この中でも特に好きなのがナズリー、ナズリー、いただき、はい、塩から一杯引っ掛けましたんで真っ赤ですけども、とても美味しく食べさせていただきました。分かった、ごちそうさまでございます。はい、じゃあいよいよ、アメ村の方に行って古着屋巡りしていきましょう。はい、はい、アメ村の方にやってきまして、来ました。最初に行くのは、チャッピーという、はい、大阪でもかなり有名な古着屋さんだそうです。はい、どんなとこかは全く分かんないですけど、とりあえず行ってみましょう。行ってみましょう。はい、こちらチャッピーユーズドクロッシング、この4階雑居ビルみたいな感じですけどね。ね、すげえ、4階にあるんだ。はい、そんな感じでしょ。行ってみましょう。チャッピーさんを買ってまいりました。はい、すごくいいのがいっぱいありまして、めっちゃ良かった。はい、まず私の買ったもの、はい、こちらです。ダッフィーダックめっちゃいい。ダッフィーダックが見つかっちゃうとね、あ、なんでやっちゃったらね、さすがに買わざるを得ない。古着かつなんでしょうね、ダッフィーですから、もうそれはもう買わないといけないものだったんで買いました。ちゃんと着やすいデザインですね、うん、いい。で、もう一つ買いましたがこちらです。はい、ダッフィーダックカモばかり買ってる。カモ夫婦、カモの夫婦が飛んでるやつ、めっちゃ可愛いんやけどなんかね、カモ推しです。カモ推し、カモばっかり買ってますね。いつ着るかっていうレベルだけどね、まあ、とりあえず、うん、気に入ったんで買いました。はい、私は以上2点買いましたんで、うん、今度はリコちゃんの方を紹介しましょう。はい、はい、じゃあ私の方でも買いました。まずはこちら、ベトナムシャツ、青材とかでこうやるようなシャツだね。ね、これなかなか涼しげでいいデザインじゃない、うん、アジアのオリエンタルの雰囲気あって、これは上にこう開けて羽織ってもいいし、うんうん、こうやってちゃんと閉じてきても可愛いかなと思って買いました。いいです。もう一個ゲットしております。じゃじゃーん、チャイナ、これめっちゃ気に入ってる。チャイナ服ね、念願やったチャイナ服。そう、最近チャイナモチーフの服可愛いと思ってて、まさしくゴリゴリにチャイナ服、ちゃんとこうね、黒で、黒だけれど中見ると刺繍がこうしっかりとされていると。シルク 100% だから肌触りいいし、これもね、こうシャツ代わりに着てもいいし、これ単体にドーンって見せるのもいいし、下は何で合わせるか迷いますな。確かに、かっこよくしたいね。ね、これもまた、合わせ方考えながら活用したいと思います。イエーイ、チャッピーさんは以上。念願のやつが見つかりまして、お互い大満足です。はい、チャッピーさんの隣にグリズリーさんもありましたね。こちらも有名な古着屋さんだよ、ね、軽く見てみますか。覗いてみようかね。はい、グリズリー、ちょっと真似してグリズリーの。はい、次にやってきましたのがこちらのフィグスティさん。なんか規模が結構大きくて、アクセサリーとか、ヴィンテージ雑貨みたいなのも扱ってるそうなんで、ちょっとそっちを目指してやってみます。やってみましょう。ほい、先ほどのフィグスティさん、すごくね、気になるアイテム、欲しいアイテムはいっぱいありましたが、一応ちょっとまあ4週目5週目ぐらいにね来たいやつが多かったかなという印象で、ね、
グリズリーさんもね、いい T シャツあったけど、あー T シャツ結構買ったしなみたいな、ね、今ちょっとだからもう一周してね、考えようね。なんか、まあ、言うてね、お金も無人島じゃないので厳選してね、厳選していいもの選んでいきますよ。選んでいきます。で、一応今から、マグネッツとかフロリダっていうような有名なお店があるみたいなんで、うん、そこを目指してます。はい。ただまあ目指している途中にね、あ、そう、あちらね、アンティークマイクさんがございますんで、まあ、ちらっとだけ見ようか。そうだね、ちょっと、うん、はい、はい、アンティークマイク買っちゃいましたよ。1個買っちゃいました。どーん、バキピク。これはね、自分リョーニャンを元に作ったオリジナルの横須賀生活オリジナルのアイテムになるんですけれども、このノーミタのポーキーピックでしょ。かわいいよね。めっちゃいい。ポーキーピックのグッズっていうのはなかなかね、新しく作られることがほぼなく、ね、そう、ちゃんと重量感って厚みもあっていいんですよ。この厚みこそが魅力ですし、リョーニャンの魅力ですから。ちょっと顔色悪い、はい、これも大事にします。はい、はい、ジャム。はい、なんか雨だつ、雨だつじゃないわ、雨村の中でもめちゃくちゃ有名な、有名で店舗数もめっちゃ多いね、めっちゃいろんなところにあるジャムさん。ジャムさん、はい、さあ買ってきちゃいました。もう買ってます。かわいくない？はい、指輪です。リホニャン用の指輪ですね、うん。こんなちょっと質感ぽってりしてかわいいやつ3,300円、お得でしょ。めちゃめちゃお得、嬉しいです。あれも活用していきます。ごめんなさいって言う？え？ごめんなさいって。なんで？いいから。ごめんなさい。はい、5分間で帰ってきました。天王寺。天王寺。もうヘトヘト。疲れた。夜ご飯を買ってきました。はい。テイクアウトです。おー。じゃーん。551と世界の山ちゃん。どっちも大阪の名物やね。そうだね。こっちも大阪の名物です。ホテルの部屋で食べながらお酒飲みながらちょっと晩酌パーティーみたいなのしたいと思います。イエーイ。はい、大阪名物パーティー。これも大阪名物です。全部大阪名物、全部。へへへへ。スプリングバレーシルクエールシロで乾杯。乾杯。へへへへ。551の豚まんがあるとき。世界の山ちゃんの手羽先があるとき。はい、大阪旅終了。おやすみなさい。